嵐のゴルフを始めます。よろしくお願いします。お久しぶりだこって、ね、久しぶりですね。めっちゃお元気でございましたか？はい、めっちゃ元気です。はい、さあ今日はですね、はい、宮崎サンシャインカントリークラブこちらの方にお邪魔しておりますけれども、はい、さて今日は何をするんでしょうかね。今日はちょっとラウンドをしてみようということで、はい、何ホールか回ってみようという企画らしいです。今回四郎さんがラウンドするのは宮崎サンシャインカントリークラブ。丘陵を生かした南九州屈指の難コースに挑みます。以前も、はい、あのトマトソンで、はい、あのちょっとやりましたけども、はい、あの時はもうほぼレッスンっていう感じではなかったですよね。まあ、なんか体験って感じでしたよ ね、 そうですよね。でちょっと練習したので、はい、もう一回回ってみてどんな感じか見たいなって、はい、それしっかり見てあそこおかしいぞっていう時でも、はい、先生こっちはしっかりお願いしますよ。はい、ね、はい、わかりました。任せてください。僕本当上手くなりたいですから。はい、はい、生半可なことじゃないんですよ。ビシビシとですよ。ビシビシと厳しくいきます。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきたいと思います。じゃあ一打目いってみましょうか。はい、あこれはなんか久々やから本当緊張するな。ちょっと素振りを。振れるようになってる。振れるようになってる。はい、めっちゃ振れるようになってる。これがね、ボールを置くとね、振らない。風あるな。風ありますね。今日はどこ狙いますか？こうでしょ。ちょっと左ドッグレッグになってます ね、 すね。はい、ちょっとフック気味に。そんなことできるんですか？風、風待った方がいいんじゃない？風とか待って、うん、そのまま打つと体が固まってしまうので一回絶対間を置いたらやっぱもう一回やり直した方がいいと思います。そうね、やんだな。はい、今ですね。うわ、今のは OB かなって思いますね。ナイルがね、ナイル。あります。はい、これは分からんわ。ボール探すの3分です。あ、そうなん。3分以内にボールがなかったらもうロストっていうかない扱い、うん、OB になるんですよ。いや、こりゃないな。ここら辺ですもんね、来たの、うん、昨日音はしたけどバサってね、なかったですね。プレイング4やね。プレイング、プレイング4分かりますか、シロさん。プレイング4 OB の場合、うん、前から4打目で打てます。4打、もう次打つのがもう4打目ってことね。4打目、お得かなって感じ。 お得の方、あ 前から打てるので。そうそう、まあそう、ね、そっちそっちにしますか。そっちの方がおすすめであれば100打つクラブぐらい。はい、まあこういう時はだいたい2本ぐらい持っていく。そうですね、そうですね。9と、はい、50、違う、P、うん、P がいいかな、うん、いきますか。玉がねえやん。玉2個ぐらい持ってきなさい。ポッケに2個だいたい入れといて。そうですね。なんかこっち恥ずかしいんだね、ここね、2個とか入ってる、ね、後ろないんですか？後ろのポケットいいじゃない。後ろのポケット、後ろのね、こっちこれなんかちょっと恥ずかしいね。あいつママやな、まあね、毎回も、あ、後ろね、うん、なるほど。じゃここから、はい、ここから打ちましょう、はい、ちょっとここ傾斜が、ね、斜めになってますよね、はい、つま先上がりになってるんですけど、はいはいはい、つま先上がりはちょっと左に行きやすいくなってるんですよ。なのでそこも注意して、うん、いつもみたいにこう振ってしまうと本当左行きやすいので、うん、ちょっと短めに持って打ってあげた方がいいかなと思います。ちょっと右目を向いて。わかりました。はい、どっちへと思う。ドローボールみたいな感じで行ったとして、うん、コロ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 って転がりやすいから短いクラブの方がいいんじゃないかなって私は思うけど。もうちょい短めに持って、ほうほうほう、よし、止まって。お、止まった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 、止まりました。トップしたね。トップしましたね。まあまあまあ
まあ、一ホール目ですからね、うん、元気出してください転がって意外と近くにピン近くに来てますね。来ましたね、はい、アプローチ得意ですよね。ちょうどまっすぐなって、はい、でもちょっとグリーンがこう下がってる感じですか。まあ、ちょっとグリーンとエッジが近い分、うんうん、じゃあもうそこ辺に落とした方がいいか。はい、行きます。はい、おお、うまい。もう入れやかったのにうまいですね。どういうイメージで打ちました。ここ辺にちょっとこうポンと当たって転がっていただければいいかなっていう。ここら辺、ここ辺にこうちょっとポーンと当たってコロ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 っていけばいいかなって思ったんですよね、はいはい、で意外とちょっと飛びすぎたんで行き過ぎたか、はいはいはい、っていう感はあったな。もうちょっと球を上げたかったとかは別に、うん、あ、上げたかったですね。ちょっともう一回打ってみますか。はい、ボールの位置でこのボールの高さって変わるんですよ、うん、ほうほうほう。で左の寄りに置くとボールって上がりやすくなるんですよ、うん、左に寄ると、はい、うん、で右側に置くと転がしたい時にするんですけ ど、 なのでこれはちょっと飛ばしたくないので、うん、ちょっと左寄りに置いてもうちょっと短く持って元、はい、もうちょっと短く持って、はい、それで打ってあげてください。でそうですね、そうですそうですそうです、ナイスです。さっきより転がりが多分転がらなくなってると思うんですよ。だからちゃんと上げるときは左寄りに置いた方がいいと思います、うん、なるほど、はい、左ね、はい、左です。上げるときは左です。上げるときは左、はい、逆してた。逆してました。逆にしてた。ラインはちょっとこっちフックしますね、はい、はい、でいいですよね。いいと思います。え、入る。おナイスダボです。これないですね。今のまた気持ちがいいなっちゃってね。もっと教えてもらわないかんのに。教えることないですね。本当。パターンいいんじゃないですか。パターンいいですね。どうかな。でもこれ1回目からもうまぐれない。物がすごい。あ、これモロタンっすよ。ジェームス・キャメロンでしたっけ。え、あ、スコッティ・キャメロン。ほら、かっこいい。はい、いいやつですね。これはいい出会いですね。今のは、うん、初のパターで綺麗に入ったって、うん、相性がいいかもしれません。上がってダボやからね、うん、そうですね、うん、OB 打ったのにダボ、はい、お、うまくないですか。うまい。 OB パーやもんね、うん、あ、次やね。次ですね。次でもうほんと出るよ次で何が出るかやね。そうですね、いい結果が出るかボロが出るかやね。ボロやろねさあ続いては、はい、はい、ショートホールですね、はい、163ヤードのパー3です、うんうん、でもおぞましいですね。そうですね、これはちょっとこの谷が気になりますよね。うん、であそこに乗せないといけないってことですよね。そうです、そうです。何番がいいんですかね。これだと163ですよね。ちょっと風がちょっと上げてる感じがするので、うん、私は距離的には6番かなって思う。距離的には、うん、あんまり練習してない、ね、そうですよね、だと思ったんですよね、うん、やってみないとわからない。ここで、あ、そういう風な使い方がわかる、できるんだっていうことを学ばないといけない。今日は学びできてる。いいスコア出そうと思ってきてないいやー、なかなかやね。このやっぱり谷が一番気になると思うので、はい、それで意識して、うん、スイングがいつもより速くなったりとかしやすいので、うんうん、もういつもと一緒を、はい、いつもと一緒心がけることと、はい、あとはやっぱりヘッドアップしやすくなるので、ヘッドアップ、はい、頭がこう、もう意識しすぎて球の行き先を速く見たくて、うん、こうやってもう、こうやってなっちゃうので、いかんね、それは。しっかりボールを見て打つ、はい、ことを心がけた方がいいかなと思います。わかりました。はい、あんまりちょっとこう使ったことないんですけど、はい、この6番、これ角度的なも こう開いちゃうと、うん、やっぱそのどのクラブでも同じ距離になっちゃうので、うん、そのあ、じゃあもうしっかりと、はい、閉じたい。この角度で、その角度の方がいいと思います、ね、はい、
見るわ。はい。怖っ。行きます。左に行った。バツですね。OB。ちょっと今気になったのが、うん、右狙ってました？ピンより右。いやもう完全にピンしか狙ってない。結構右を向いて左に引っ掛けてしまってるなって思ったので、うん、ちょっと立つなんやろアドレスが右向きすぎかもしれないですね、うん、右向いてんのに左行ったの。右向いてるから左行ったんじゃないですか。右向いてるのにピンに振ろうとしてるから、うん、いや思ってるより体って頭良くて自分が右向いてることを、はあ、いや思ってるよりバカだからいやでもバカな私でも右向いたらこう体は右向いてるなっていうのは分かってるんですよ。自分は分かってないだけで、うん、自分はピン向いてるって思ってるだけで、うん、だからそれを合わせて体は振ろうとするから、うん、左に振るんですよ。なるほど。だから左に行きやすくなるんです、うん、フェースをピン向けなきゃいけない。それに体を沿わせなきゃいけないです。だから最初にフェースを合わせないといけないです。こうだ。ピンの位置に。そうですそうです、はい、でこう。そうそうそうですそうです。フェースを向ける。ちょっと体を合わす。越えないですねなかなか谷次は OB だったので。あ言いづらいな。またこれプレインク3で、うん、でも3ですよ。3ね。はい。これが次3打目ってこと。3打目です。なるほど。入れればパーです。いやはい。これでもちょっとこの斜めですよ。ちょっと斜めですよね。相当傾斜になってますよ。はい。これ何番ですかね。やっぱ結構ピンが遠いよね。遠いので、うん、転がしたいのであれば、うん、50度でもいいかなと思います。言うこと聞こう。右足下がりなので、はい、ちょっとロフト角が、うん。開くんですよ、うん、だから50度進めたっていうのもあるんですけど、飛ばないんですよねいつもより。開きすぎると飛ばない、はい、なので50度で振ってもそんなに飛ばないと思います、うん、なるほど、はい、めっちゃ転がったけど行き過ぎたけど今のはトップしたね。トップですね、うん、今のは良くないね。今のはヘッドアップしてちょっとトップになってますね、うん、もっとこう下を狙う感じで、もうちょっとそうしっかり振ってあげた方がいいと思います。そうですね。こう転がすのにこうやって上げようとしたら、うん、真逆のことやってるので、はあ、ちゃんとボール見てこう転がすイメージでこうしっかり出してあげた方がいいと思います。はい。フェースをもしひ左。はい。左。おじいちゃんか。うん、そんな感じ。うまい、今の。はあ、うん、ナイスです。そのイメージで打つといいと思います。はあ、でもあれはなしってこと。何番っすか？パターで打った方が安全かなって思いますね。はあ、エッジの部分が結構あると計算しにくいから、うんうん、ここら辺だったらアプローチ使った方がいいかもしれないけど、はあ、こんぐらいだったらパター使った方が、はあ、次寄せやすいかなと思います、うん、うまい。ナイスタッチです。パターうまいですね。パター上手。パター上手です。ナイスです。はい、うん、今のコースいかがでしたか。やっぱり、うん、まあ、ちょっと谷を最初意識してしまったかなっていうのはあるけど、ね、やっぱパターがめっちゃうまいですね。パターはいい感じですか。はい、なんか大体みんなこう寄せようとしすぎてオーバーしたりとか多いんですけど、うんうん、なんか白さんの場合カップを大きくイメージしてその 1m 以内に寄せるぐらいの気持ちでいいんだよって最初のなんか初心者の人にはよく言うんですけど、はい、それができてる。おー気持ちいい気持ちいい。結局ゴルフはパターアプローチなんで、ここがやっぱり大事ってことですね。そう、一番大事なので絶対上手くなると思う、うん、この距離も一打なもんですもんね。そうですね。そうですね、はい、で次はやっぱりちょっと今
その一発目がそうですね、うまくいけてないんで、うん、次はちょっと頑張れるようにしますわ、ね、はい、じゃあ行こう誰もこん誰でも